まずは日本最大級のピラミッドハウス、その後ろに広がる山々。で今日はここでみんなでルンルという地域通貨を使って、自分の好きなことの交換会をしております。で例えばここ今モーリーさん、今日は何を、今日は、はい、パウンドケーキを手作りしてきたのと、パウンドケーキ、はい、手作りしてるんで、トトロの折り紙が1ルンルと、なるほど。で僕がじゃあこのルンルをちょっと使ってやってみようと思います。みちょんさん、ちょっといいですか、こっちのカメラで聞いても。はいはい。このロールスロイスは何ルンルで乗れるんですか。小林正観さんにちなんで358にします。小林正観先生にちなんで358、はい、358ルンルで、3人でもいいですよ。3人で、あれに入れた方がいいと思う。これはすごい本気の撮影、みつろうさんの顔を映すためにこの絵ですよ。すごい。これ、これ無添加の違うでしょ。あ、これはね、私の大家さんの無添加の甘夏なんで、もう50ルーヌでも100ルーヌでも50ルーヌでも100ルーヌでも、はい、あすごい。あと、その激推しの植物をおすすめするとい、すごいね、はい、で、もうそれを家に帰って植えていただくという、あ、自分で買ってからね、種を。じゃあ、僕におすすめは今日は皆さん西洋人参木ということで、ちょっとルンル取らせてもらっていいですか。はい、300ルンルになります。300ルンルになるそうです。はい、ということで今日は世界村マルシェ in 後楽園、兵庫県に来ました。みんなは自分が好きなことやりたいことを、用意してきて、それをルンルという地域コインでちょっと交換し合うという会をやっています。これからまた世界村ではこのルンルを使ってみんなのやりたいことを広げるお手伝いができたらなと思ってますので、またよろしくお願いします。今日は先生、ちょっともうロミンソナオコ先生、世界村海の親ですけども、今日お時間がね、4日間もたっぷり、5日間いてくれたの、4日間か、4日間たっぷりいてた。先生どうでしたか、この後楽園という場所は。もう言葉以上、表現以上、表現できないぐらいのパワフルな、それでいってそのいわゆる、元々の日本を支えている和の力、バランスの良さがもう本当に欠けてないというか、完全にまだ残ってますね。いい場所ですね。いい場所、一言で言うといい場所。みんなに今もうこうやって集む、この風景もいいですね。みんながこう集まって幸せにピースフルで。もう本当これね、うん、これを私は夢見てたかな。これがでもここだけじゃなくて、本当にいろんなところにできるというですね。本当今日もの先ほどのね、ズームミーティングでみんなとそれをなんか誓い合った気がしました。各県ね。みんなのは本当に第一歩に過ぎず、これが本当にいろんなところに広がっていかないと。でもここまでね、あっという間って、私なんか意外に短い期間にこれが来ましたので、ちょっと驚いてますね。本当にありがとうございました。はい、またまた。あ、先生ありがとうございます。ありがとうございます。また来てくださいね、先生。はい、この沖縄にも来てくださいね。はい、なんてでも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうこんなにいっぱい人が来てくれて、本当にこれから多分もうどんどん人が来ると思います。もっと来てください。楽しいところになりました。はい、ありがとうございます。楽しかったです。感動しました。とても良かったです。素敵なところです。皆さんの、うん、3日間楽しかったです。ちょっと疲れはすごいですけども、楽しい
いつもありがとうございます。いつものメンバーの方です。